オッケー、いいですね。ふざけんなよ。ないでしょう。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!1本目の勝負、ブラックジャック。さあということで、まずはチップ、はい、これが僕の分のチップで、なるほど、これが、はい、ありがとうございます、傭兵のチップです、はい、今回ブラックジャックで使っていいチップの量は、はい、1000ユーロとなってます、はいはい、なので400、800、これ2枚で1000です。こうですね、はい、はい、となりました。これは使ってはいけないチップになってます。ちょっと待ってですね、いいですか、はい、でルールは先行後攻で5回ずつ交互にいきます、はいはい、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目ということで、はい、トータル10回の試合のうち、うん、好きなようにかけて構いません、はい、で5回かけれるってことですね、はい、ただし必ずチップは全て使い切ると。使い切る、はい、はい、あの増えた分は避けてって大丈夫です。増えた分もかけてもいいんですよね。もちろんです、はい、なるほど、はい、あの使わない、かけないっていう選択肢はないという、はい、あくまでも攻め1本の勝負としていきたいと思います。それでは OK, let's play. OKでいいですか、はい、あのどのボックスにいくつ貼っても構いません、はい、したらもうここから勝負始まってるわけですね。はい、どうぞ。交互になるとは思ってなかったと思うんで、カジノ側がもしガクトさんの名前でいいスタートを切らそうとするなら二手とも勝たせるんで、こういきましょう。ひでえな。こっちが16でこっちが20ってことですね、うん、おお、負けてますね。負けてますね。負けてますね。はい、負けました。負けましたね。負けました。はい、くそ。じゃあ次僕ですね。分けますね。はい、ちょっとあれですね、厳しいスタートになりました。今一番向こうを一番掛け金少なくしたのって意味あるんですか。言いません。くそ。言いません。あー、したら1、2、3、4、5、これで100、いいですね、なんか気持ちよくて。エース。あ、はい、残念。くっ
そう、まだ一回も勝ってないな。Okay. Yep, let's play. Oh. Shoot us open. Insurance.No. Stay. Okay. 40. Okay. 14. Let's give a shot. Current this one. Yep. 18. Current 9. 17.どうしますかね。OK。あ、これでいいな。うん。あお。厳しいですね。いや、いい勝負ですね。まあ、はい、負けてるっていうことだけなんですけど。なるほど、ここ一発。いやでも1点でいっとけばリードできるもんな。そろそろ勝つな。エース19。ふざけんなよ。ないでしょう。そうだ。今3回目でしたっけ。今3回ですね。はい、3回目ってことはここで勝負ですね。でこう行きましょう。 OK、 Let's play。 OK、 いいですね。OK、いいですね。14のこっちです。6 14。 すげえ読み。なんで取んなかったんですか。12 17。こっち行きましょう。カラントワール。OK、 さあこれでこれでいいね。バーストします。あーしない、もう一枚引かなきゃいけないか。あー厳しいな。よし、まだまだちょっと負けてるけどチャンスはある。あと2回ですよね。はい、あと2回です。あ、200ずついけんだな。ひでえな。おお、21。ありがとうございます。ありがとうございます。いいじゃないですか。ありがとうございます。さあ行きましょう。Okay. Let's go. こう。20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 いいですね。さあ来ました。さあ終わったな。これが利益です。これも利益です。さあどうぞ。いやもうこれ逆転するんだったらオールインですよね。ですね。あれでもそっか、ここで負けの額がでかいと次で、まあでもいくな。
一気に勝負に来ましたね。Maximus 500 え Maximus 500 euro the bet。 マキシマム超えてませんかと。そんな堅いこと言うなと。600ですよと。はい、残念です。残念です。こうだ。こういう技もあるってことですね。うん、はい。We can do that, right? Yes.あ、じゃあ二手に分けるか、分けるか。大体分けることの意味とか考えてないから、そもそもが。はい。これを倍、あ、でもダメだ。これダブルにする場合、お金ってこっちから取っちゃダメってことですよね。ダメです。はい。なるほど。お。レートを上げることもできるみたいです。そういうのを自分ルールで彼に上げてもらっていいですか。本当に王じゃないですよ。なるほど、はい、うん、わかりました。ちょっと時間もらっていいですか。2つにしたら2分1になっちゃうかの。いや、もうそうだな。こうでこっちメインのこっち捨てだな。いや、捨てはいらない、取っとこう。 OK、 はい。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。サーン、残念。サーン、残念。もう一ゲームしたい。はい、残念。うそだというわけで、いきましょう。ダボン、ダボンタイム。じゃあ、来ますか。ダボンタイム。よっ。オッケー。ダボンタイム。16。はい。19。ダボル9。ここだな。ジェスカ、はい、19。さあ、ピクチャーがこの後2枚続くかどうか。へっ、15。さあ、ウェイってことは、もうこれ21出ないとこのゲーム負けってことですよね。はい。で、僕は予想としてはここで小さいカードが出てより20になるような状態を作りたくなかったので一枚引いてみたんですよ。はいはいはい、わざとね。なるほど。さあ、行きましょう。 Keep going。 Yep。 OK、 Over。 うわーい、さあ、こっちから見ると6なんだけどな。あらら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 、はい。なんでまず分けたかっていう話なんですけども、はい、基本的にですね、まあ、シャフラーを使っているのでシャフラーの構造を知ってないと、はいはい、基本的にはカードリーディングとか、カウンティングみたいなのはあんまりできないんですけども、ただ流れがあるので基本的に後半でカードの流れを変えるために後半のチップを少なくして、で、カードを無理に出して、で、基本的には数字がたまらないように最初のボックスだけ勝たせてあとは捨てるっていう考え方でブラックジャックはやります。はい、そうなんだ。はい、なのでワンボックスで勝負すると負けます。うん、基本的にブラックジャックは3ボックス以上を張って初めてディーラーと勝負することができるので。そうなんですね。はい、なので3ボックス以上張らないと基本的には負ける可能性が非常に高くなりますというゲームです。昨日教えてほしかったですね。はい、ずっと1ボックスに張ってずっと負け続けませんでした。はい、ですよね。まさしくですね。なのに今日もまた同じことやる。そうですね、そろそろな波が来るかなと、大波があって、はい、そういう人はずっと波に飲まれて死んでしまえ。1本目の勝負は、はい、ガクト勝利。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで
まず1本目の勝負ですね。最初に1000ユーロ使ったわけですね。はい、そうですね。はい、これで200、400、600、800、1000と、これが元金です。なるほど。で、これが勝ち分になりました。僕はですね、これ400、500、600なんで400負けですね。はい、220勝ちとなりました。はい、はい、というわけでいただきます。それでは次の勝負に行ってみましょう。Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.